ある、うん、ある、 ある、 あ、すぐそこやもんね、うん、近いな近いね、うん、そっから見えるし、うん、なあなあなあ、姫路城ってさ、めっちゃ白くない？うん、え、でもなんか白すぎへん？あ、確かに。え、でもさ、清潔感って良くない？うん、え、でもなんで白にしたと思う？あ、確かに。え、でも黒いお城とかもあるよね。あ、なあ、良いところに目をつけたな。外壁を白くしたことにはあるこだわりがあったのじゃが、みなはどう考える？あ、偉い人が白好きやったとか。あ、え、白い家ってめっちゃおしゃれじゃない？うち家電白で揃えてるで。おしゃれ。では、外壁の色に込められた思いについて専門家の先生の解説を聞いてみるのじゃ。お願いします。ここからは先生の話をもとにわらわが解説していくぞ。まず城の壁をよく見てみると、黒い壁が印象的な城と白い壁が印象的な城の2種類があるの知っておるじゃろうか。黒い城の代表格には松本城や熊本城、岡山城が。白い城の代表格には姫路城、名古屋城、彦根城などがあるの。この2つの色の違いというのは単なる好みではなく、築城された時代やその城の役割をある程度示しておるのじゃ。例えば黒い城は関ヶ原の戦い以前、戦が多かった豊臣秀吉の時代に、白い城は関ヶ原の戦い以降、平和が訪れた徳川家康の時代に築城されたものが多くなっておる。当時の幕府にとって姫路城の役割というのは武力による統治ではなく美による威嚇にあった。西国大名に睨みを利かせ治安を守る目的を持っていたのじゃな。すなわち姫路城は戦いのための城というより、地域を治めるための城だったということが見えてくるのじゃ。大きく見えまばゆいばかりの外壁の色には、当時の人々の新しい時代への思いが込められておったんじゃの。皆の者、お城の外壁の色の秘密は分かってくれたかな？次は色が人に与える印象について考えてまいろう。赤い服って華やかに感じるし、黒い服ってなんか引き締まって見えるよね。白はなんか清楚な感じ。黄色は可愛いよ。同じ色でもパステルカラーだと可愛く感じるよね。そうやな。ではお主ら、梅ヶ実、紅のヤシオ、銀種、赤銅色、珊瑚種色というのは聞いたことがあるかな？聞いたことないかな。日本には赤系と呼ばれている色だけでも実に98種類もの色があるのじゃ。98種類？そんなに？めちゃめちゃあるやん。違いがわからんわ。確かに。ちなみに白系には宇野花色や五分色、ひなり色などがあり、緑系は82種類、青系は68種類、黄系では60種類あるのじゃ。まだまだあったんや。日本人の色に関する細やかな感性を感じるよね。昔の人は繊細な色使いをしていたんやな。ファッションモンスターやん。ファッション歌だな。ここからは色へのこだわりを持った専門家の先生に話を聞いてみようかな。お願いします。今回は色とつながりが深いファッション業界で活躍されているヘアメイクアップアーティストの市場明美さんに話を聞いてまいったぞ。色の持っている力ってどんなところに感じますか？市場さんによると、着る服やお化粧はその時の自分を表現するための大切な手段です。そこにどの色を使うかというのは自己表現なのです。ですから、お客さんの思いをしっかりと受け止めて、その思いが届くように一つ一つ色を選び組み合わせていくのです。
お客さんの自己表現をお手伝いするのが私たちプロの仕事です、とのことじゃ。何をもとにお客さんの一番似合う色を見つけるのですか？市場さんによると、肌や髪、目、眉など本当に一人一人違っています。その特徴と、今日はエレガントに行きたいとかファンシーに行きたいという、その時なりたい自分の思いを合わせて選んでいきます、とのことじゃ。制限がかけられると個性はなくなるのですか？市場さんによると、コンテストやファッションショーでは必ず条件が与えられます。でもだからこそ知恵を使って工夫するのです。今までなかった色のイメージに出会うなど、そこに新しい発見があるのです。そのために大切なことは、いろいろな色を試してみることなのです、とのことじゃ。色は自分を表現するための大切な要素であるということがよく理解できたであろう。お客さんの思いまで考えて色を選んでるのはびっくりやった。自分のセンスだけで選んでるわけじゃないよな。コンテストになるといろいろ制限もかけられるみたいだし、大変な仕事やな。でもなんか楽しそう、やってみたいかも。はい、ここに未来のファッションモンスターが誕生しました。私頑張ります。頑張れ。やれやれ、天真爛漫さがお主らの色といったところかな。未来のファッションモンスターが誕生したところで、次へ参るぞ。はい。ところで、姫路といえばお主らは何色をイメージするのじゃ？やっぱり白やろ。お城の城、間違いない。でも海があるから青もいいかも。駅そばの黄色は？その発想はなかった。ならば町の人たちはどんなイメージを持っているのか、実際に聞いてみるとしようかな。姫路の駅前でインタビューをしてきたものをこちらにまとめてみたぞ。結果を見てみると、おのおのが自分の住んでいる町にそれぞれ違ったイメージを持っておるようじゃな。みんないろんなイメージを持ってるんやな。そんな視点もあるのかってなるな。いろんな町でいろんなイメージを持っている人がいるのかと思うと、なんか面白いよね。ではイメージというのは何に影響されているのじゃろうか。姫路という町においては、ひとえに城の存在が大きいのかもしれぬ。それだけ姫路城は姫路市民に親しまれているということじゃな。やっぱりみんな姫路城を大切に思ってるんだね。そこには愛があった。みんな自分の住んでいる町にさまざまなイメージを持っているということが分かったかの。はい。今回は色の与える印象についてたくさん学んできたが、みんなはどうじゃったかの。色って見た目だけやと思ってたけど、実はちゃんと意味があったんやな。こんなに色について考えたことなかったからさ、なんか新鮮やった。使う色で見る人の印象が変わるってめっちゃ面白くない？うん、なんかいろんな色の服着たくなったかも。あ、めっちゃ赤似合いそう。ほんまに？ほんま、絶対似合うと思うね。ほんまに？みんなそれぞれ新しい発見があったみたいじゃな。色の持つ印象を考えながら自分の住む街を見てみると、また違った発見があるかもしれぬぞ。それではまた次回じゃ。ありがとうございました。